あのこのレバンガさんのこの新しいあのスクリーンが導入されて新しいアリーナ空間できたことで、これを、より、まあ、毎試合アップデートして新しい機能を盛り込んでいきます。でどんどんその取り入れたものをあのこの北海道の地からあの世界に発信していけるあの展開もしていけるようにという、まあ、野心を持って取り組んでいこうというのを岩岡さんとも話し合っています。今まで、国内にそういうシステムがなかったのを、まあ、北海道から発信できるっていうのは非常にいいことだと思っていますので、まあ、より安価により、まあ、運用しやすい、まあ、そういったものを作っていくことが例えばエンターテインメントのまた幅広いこう成長につながっていくと思うので、まあ、そういう仕掛けを北海道からできたら嬉しいなと思います。そうですね、うん、ダイナミックプライシングは、まあ、とかくそのチケット値上がりみたいなイメージをされるんですけども、うん、そうではなくて、まあ、チケットの価格変動っていうのは高くもなったり安くもなったりするので、よりお客様に来やすい環境をご提供しながら収益を最大化していく。単純に何かコンテンツを楽しむというよりはつながりとか一緒にこうクラブ運営っていうと変ですけどクラブを盛り上げていくというところを体験できるっていうその体験が一つコンテンツになっているところがあの他のところと違いになるかなというふうには思っています。バスケがあふれる社会を作っていく、まあ、そういうビジョンを達成するためにはやはりクラブの成長は欠かせないと思ってますし、今後もクラブの成長を促せるような、まあ、集客だけじゃなくていろんな事業を多角化していって、成長をしていきたいというふうに思っています。